2015年の年頭、ニュース報道で京都に雪が降ったと聞いて、京阪電車で東山の乙葉山清水寺に出かけました。本堂大屋根が雪化粧した佇まいを舞台と合わせて撮影しようと思ったのです。何年か前から小安の塔の付近で本堂の日暮れ時の眺めを撮影しようと思っていたのですが、 等の補修工事もあって、今回は初めて取り組んだものです。HD 動画を撮影すると、とっぷり日が暮れた後、光量不足でうまく映らなくなると予想されます。それで、動画と別に何秒かの間隔を置いて静止画を連続撮影するよう、2台のデジタルカメラでインターバル撮影を試しました。 1>, 1時間ほどの間に、それぞれ400枚程度の静止画を撮影し、繋ぎ合わせてタイムラプス動画に構成したのです。暗くなった最後の部分では、静止画のシャッター速度が1 4分の1秒程度の低速ですが、動画の方は光量不足になっていました。 タイムラプス動画の前後におまけとしてスライドショーの動画をつけています。どの静止画も一回で撮影したものではなくカメラをぐるぐる傾けながら多数撮影した静止画をつなぎ合わせて合成したパノラマ画像を利用しています。デジタルカメラの動画ではなかなかうまく撮れないものです。以上のように 目立った動きのない地味な作品です。今回はモバイル用小容量と HD 解像度との2種類の動画に合わせて 4K 解像度の動画も発表しています。4K 対応機器では細かい部分まで見ていただけるものと思います。 以上、ご案内は、ボイスロイドプラス、タミヤスでした。